2024年7月期の注目作品、海の始まり。2022年に社会現象を起こしたドラマサイレントのチームが再び集結し、完全オリジナルのストーリーでお届けされる海の始まり。目黒蓮さんが主演となり、親子の愛がテーマとして描かれます。人はいつどのように父になり、いつどのように母となるのか。この時代だからこそ伝えたい親子の愛を通して描かれる家族の物語。目黒蓮さん演じる主人公月岡夏は、大学時代にとあるきっかけで付き合うことになった同級生の南雲瑞希と幸せな日々を送っていましたが、就職活動を迎えようとしていたある日、突然夏は彼女から別れを切り出され、そのまま別れてしまう。それから7年という月日が経ち、夏は新しい人生を歩んでいた。そんな中、大学時代の友人から連絡を受け、瑞希が亡くなったことを知ることに。別れを告げられてから一度も会ってなかった夏は、実感が湧かないままだったが、葬式へと向かうことに。そこで彼は、伊豆谷らなちゃん演じる海という幼い女の子と出会うことに。そして夏はその女の子が瑞希の子供だと知り、驚きを隠せなかった。彼女の母親から自分が海の父親だと聞かされた夏。瑞希が自分の知らないところで自分との間にできた子供を産んで、何も言わずにその子供を育てていたことを知ることに。瑞希と海が過ごした7年という月日に思いを馳せ、親子の愛というテーマのもと、自分の子供が7年間生きていること、そしてこれまでどう生きてきたのか知らなかった夏と、突然自分の人生に現れた海という二人の関係や、亡くなった彼女と娘との間の母と子の関係など、登場する人物たちの中にある親と子の間に生まれる感情をリアルに、そして丁寧に描き、紡がれていく作品となっているようです。今作の主役を演じる目黒蓮さんは、今回フジテレビドラマ初主演となるようです。彼の演じる月岡夏は、都内の印刷会社に勤める28歳の青年。3歳の時に両親が離婚をし、母親に引き取られた過去を持っているようです。その後、母親が再婚をしたことによって、血のつながりのない父親と3歳年下の弟がいる。夏は高校を卒業すると、都内の大学へと進学し、その大学の新入生歓迎会の場で、瑞希と出会うことに。最初のうちは話す言葉や考え方から変な子だなぁという印象を持った夏だったが、そのペースがいつしか心地よく、自然と距離が縮まっていき、彼女と交際を始めることとなった。しかし2年の冬、それは突然のことだった。夏は瑞希から一方的に別れを告げられてしまう。瑞希はそのまま大学も辞めてしまったので、卒業をしても会うことはなく、夏は卒業後就職をして新しい生活を始めていた。今も大学時代と変わらず同じアパートに住んでいて、が口癖だった夏は、その曖昧な返事に、うんとうんうんの間みたいな返事やめれる？
と冗談で突っ込まれることも。さらに夏は面倒くさいことや頭を使うことを嫌い、それを避けて今まで生きてきたので、特に大きな挫折を経験したこともなかったようです。そんな夏は7年間会ってなかった元カノの死をきっかけに、自分と血のつながる娘の存在を知ることになった。一方の海。大好きだったママを突然失ったことで、そのママが大好きだった人と出会うことになった6歳の女の子。彼女は夏と瑞希の間に生まれたが、父親の存在を知らないまま育ったようです。そんなある日、大好きだったママが亡くなってしまい、その葬儀の場で参列していた本当の父、夏と出会うことに。はじめのうちは言葉を交わすことがなかった二人だが、その後、海がロビーのベンチに一人で座っているところに、夏がやってきて。海役を演じるのは、オーディションを勝ち抜いた伊豆谷らなちゃん。彼女は、今をときめく子役さんで、厨房のアリスや、一番好きな花での公演は印象的でした。今作で、とっても重要な役ということで、ラナちゃんの演技に期待が高まりますね。また、脚本を担当されるのは、あのサイレントで鮮烈な脚本デビューを果たし、飛ぶ鳥を落とす勢いでいくつもの賞を受賞されて、今注目が集まっている生方美久さん。サイレント、一番好きな花に続く3作目となるようで、今回も若者の心をがっしりとつかむセリフの数々が出てくるかと思うと、とても放送が待ち遠しいですね。多様性の時代に入り、家族のあり方にもいろいろな形がある今日。その中で生まれる愛や絆など、温かいものに触れられる作品になっていくのでしょうか。夏にとっての空白の七年と、これからの海との時間。どう捉え、どう生きていくかで、その気持ちや印象は大きく変わりそうです。今回の話題の作品、海の始まりは、7月1日より毎週21時から放送となります。初回のみ30分拡大で放送されるようです。ぜひお楽しみに。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。